日本プロレス85年激突オールスターウォーズのいよいよ最終戦、東京大会フルハウスではあります。1番飛んで250人。さあ館内はアメリカンムードに包まれました。明るい雰囲気です。これよりテレビ初登場、東京初見山ジェリーローラー、ジミーバリアント入場ではあります。それぞれキングジェリーローラー、そしてブギウギジミーバリアントと名乗っています。さあその勇姿が見られますか。東京体育館、固唾を飲んでその入場を見守る1番飛んで250人。さあやってまいりました、やってまいりました。これです、これが噂のジェリーローラー、そして後ろにジミーバリアント、テネシーの帝王ジェリーローラー、クラン王冠がローラーのシンボルです。まさにキングオブサウス、南部の帝王、マントもよく似合う強烈な雰囲気。そしてリング外、これは全日本プロレスの若手の選手なんですが、キスをしましたね、山田さんね。そうですね、なかなかね、あのアメリカンナイフを強調している選手ですね。盛んにおどけてみせます。アメリカンムードいっぱい。さあそして館内が鼓の音に包まれます。オリエンタルムードに変わります。おなじみグレート歌舞伎の入場。さあやってまいりました、一度前の軍団闘争スクランブルサバイバルウォーの今シリーズ、全日軍を守るためにノースカロライナ州シャーロットから急遽来日。そのイブシゲンのファイト、オリエンタル三方は維新軍に大きな脅威を与えました。やはり存在感のある男です。しかしもうアメリカでのスケジュールはいっぱい、この試合が終わると同時に帰国してしまいます。さあシリーズ最終戦、気合が入るザ・グレート歌舞伎、ダブルヌンチャクのデモンストレーション、しっかりと目に焼き付けていきましょう。顔を従えましてやる気満々、今リング上です。日本テレビより両選手に花束が贈られております。さあ解説は山田さんですが、山田さん、このジェリーローラージミーバリアントのアメリカンコンビに対抗してオリエンタルムードたっぷりの歌舞伎と相撲出身の石川、日米決戦になりましたね。そうですね、非常にやはりあのザ・グレイト・歌舞伎と石川は日本ムードいっぱいですからね。さあこれぞアメリカンプロレス、表情豊かブギウギマン、ジミーバリアント、帝王の神通力が日本で通じるか、ジェリーローラー。このタックルは完全に石川の代名詞、炎の扇風機石川、テネシーの帝王何するものぞ、ドッキリ殺法、もう一つ全米を制圧した男歌舞伎。この歌舞伎にとりましてはですね、山田さんね、このバリアントとはもう何回か対戦したことあるんですけれども、ジェリーローラーとは初めてということで、このドッキリ殺法にさすがのローラーも驚いてたようですね。そうですね、あのジェリーローラーという選手は、はい、まあ、テネシー州はホームグラウンドですね、それでフロリダ州遠征などをして大変にこのところ力をめきめきとつけている選手、はい、体も大きいですし、まあ、あのテネシーの帝王と言われるだけあってね、はい、非常にあのラフ殺法もうまいですね。そうですね、まあ、しかしね、この今日はザ・グレート歌舞伎石川という非常にそのオリエンタルな香りの強いチームとの対戦、はい、まあ、果たしてどういう展開になるかですね、はい、まあ、文字通り日米決戦と言っていいでしょうね。そうですね、そしてテレビ初登場です、このジェリーローラーのファイトにご注目いただきたいと思います。このジェリーローラー必殺のパンチでここまで上がってきた男、このにはありますね、はい、あの非常にあの連続的なパンチ攻撃、はい、これが彼の主戦ですね。そうですね、まあ、しかしこの
パンチ一発で上がってきた。よくヘッドバットではこのブラジルとか大木とかいるんですが、パンチでここまでのし上がってきた男ってのはいるんですか、過去の歴史で。やはりね、ええ、あのパンチというのはあの原則的に言うと、はい、これはあのナックルパンチは反則ですよね、はい、ですからなかなか難しいんですが、ええ、まあ、パンチの過去強い選手というのはたくさんいましたね、はい、例えばボクシング出身のサイクロン目黒であるとか、はい、あるいはやっぱりオリンピックもボクシングに出たダニー・ホッジであるとか、そういったようなパンチの強い選手、はい、しかしその他にも当然技は持ってましたね。はい、パンチを今見せましたジェリー・ローラー。これに対して歌舞伎もチョップでお返し、まあ、今はこのチョップで返しましたけどね、政権好きでお返しをしてやる、これで五分だと、それで歌舞伎は言ってましたね。そうですね、まあ、あのパンチにしても政権好きにしても、ある意味ではあのペナルティを取られると思いますけども、はい、5カウント以内ですからね、それは十分にあのレフリーの目を盗んで、はい、相手にダメージを与えることはできますね。そうですね。さあ、ジェリー・ローラーと歌舞伎の対戦、南部の帝王、これがジェリー・ローラー、余裕シャクシャクであります。まあ、ローラーの場合ね、はい、なかなか大型なんですが、その割には動きは非常にスムーズですね。あ、それは言えますね。だからこそのパンチも生きてくるんでしょうね。そうですね。どこでその必殺のパンチ、ヒストドロップと呼んでおります、急降下パンチ、あるいはロープに振ってのカウンターのパンチ、見せてまいりますか。これがジェリーローラー、なかなかのこのハンサムと言いますか、なかなか女性に人気の出そうな、ルックスですね。そうですね、アメリカ的な、いわゆるグッガイというか、はい、あの見かけが大変にいいですね。まあ、しかしやることは荒っぽいですからね。はい、さあ、胸板、そしてこの太い腕回り、胴回り、さあ、ダブルニーバットですね、今はね、はい、そうですね、腕、ちょうどあの上腕のあたりを狙ったニーバット、膝打ちですね。なかなか味なことをやります、ジェリーローラー。今、おっと、こういうのを見せるんですね。リストロックを取っておいて、その上からダメージを与えましたね。はい、ちょっとまるで歌舞伎、石川のお株を奪うような攻撃、細かいテクニックも見せます。あ、アマレスの経験があるんですよ、山田さんね。そうですね、はい、まあ、この人の場合ね、やはり単なるラフ殺法ではなくて、はい、まあ、ある程度技術に裏打ちをされた悪党殺法ということができます ね、はい、すね。テネシーではこの総立ちでこの帝王ジェリーローラーを迎えます。大変な人気者、ちびっ子たちの憧れの的でもあります。ミッドサウスコロシアムではこのジェリーローラーが出ないとお客さんもどんないいカードを揃えても半減してしまう、まさに英雄といいますか、カリスマ的人気をテネシーでは誇っています、南部の帝王ジェリーローラー。さあ、相手は石川だ。あのテネシー地区というのはね、はい、非常にそのタッグチームマッチの盛んなところですね、はい、ですからなかなかいいあのタッグチームが育つわけですよ、はい、まあ、その中心的な人物というのがこのジェリーローラー、しかもタッグだけでなくてシングルマッチでもなかなかうまい、はい、ただ今日のところはですね、どうもバリアントとのコンビネーション、今のところあんまり良くないですね。そうですね、まだタッチを行っていません、はい、ちょっと一人で捕まってしまいましたジェリーローラー。ドリーファンクジニアとの互角以上の勝負をします。南部には全くその帝王の名の通り敵がいません。テネシー地区のヒールみんなとやっているラフファイトも OK だと、このような折り紙付きでありますジェリーローラー、 AWA 南部ヘビー級王者であります。さあ、盛んにちょっかいを出すのがバリアント、9年ぶりの来日、まだちょっとリング内には入れません。ジェリーローラーが捕まっております。この南部ヘビー級の他にも CWA 世界ヘビー級南部タッグ王座も取っております。タッグ王者でもあるという山田さんのお話でした。でこのところこの南部ヘビー級の防衛ですけれども、キングコングバンディ、ビッグルード、ドブループ、アンドリアンストリート、エリーギルバード、防衛が全てピンホールですね。そうですね、非常にね、あのやはりね、彼の名のもとにね、たくさんのファンが集まってきますからね、はい、きちんとした格好のついたゴールを奪って王座を防衛しないと、はい、なかなか満足してもらえないわけですね。そうですね、あちらの会場では1万人というお客さんが入ります。今日も東京大会1万250人、それと同じくらい入りました、フルハウス。さあ、今度はバリアントが飛び出してまいりました、ヘッドバット、そしてクロー、これはどうですか。いや、今ね、あのなんか紐を持ってますね。そのようですね、
歌舞伎がもがいています、悶絶しています。なんか紐のようなものでこの歌舞伎の首をぐいぐいと締め上げます。レフリーのブラインドうまくつきます。この辺もかなりのクセモンのようです ね、 ね、そういった意味では大変にベテランですから、はい、もうありとあらゆる悪いことをやりますね。そうですね、むしろこのブギウギの先ほどのようなファイトよりもベテランなんですから、こういったテクニックあるいはうまさ見せてもらいたいと思います。さあそのラフファイトの一端を見せてまいりました。鉄球攻撃ですね、そうですね、さあ貴重な攻撃だ。ちょっとグレート歌舞伎が捕まっています。グレート歌舞伎がエプロンサイド、おっとブレンバスターを見せるか、ブレンバスターを見せるか、さあ大技を見せる。ブレンバスターリングの中央に投げ捨てた。荒っぽいことの提供はあるテネシーマットで行き続けてきました。このジミーバイアント、ベテランであります。ようやくこのエンジン全開ですか、このコンビ。やっとね、ちょっと息が合ってきました ね、 ですね。さあダブルエルボー、ダブルエルボーです。この辺の間合いの取り方、さあそしてジェリーローラーは怖いぞ、このパンチだ。おっと歌舞伎のどの辺ですか、今は肩口ですか。そうですね、ちょっと影になってましたけれども、かなりダメージはありそうですね。そうですね、ちょっと歌舞伎の体が痙攣したように見えました。そして2発目は確かこれは頭頂部、いやおでこでした、額でした、打ち当てました。ちょっと歌舞伎グロッキー動きが止まりました。いやローラーの方もダメージを負ったように見えますね。そうですね、しかしちょっと今見ただけですけどもかなりのダメージやはりあるんですね、あのパンチには。そうですね、完全にダウンしてましたからね。ダウンしていましたこの歌舞伎。さあ浮かずに飛び込む、ダブライプラスティック、危うくランを流れました。ザ・グレート歌舞伎。さあそして今最も光っている男、石川隆、連日のように鶴田や天竜のパートナーで石井軍が立ち向かうスモータックル、これが石川の代名詞。そしてサソリ、サソリスコーピオンデースロック。さあジミーバリアントの音、ギブアップだ、ギブアップだ、ギブアップだ。ジミーバリアントの体痙攣しています、痙攣しています。石川隆のサソリ殺到爆発、ジェリーローラー出る幕がありません。まああれね、山田さん、少しバリアントがこらえればジェリーローラーのパンチという作戦もあったんですよね。そうですね、しかしね、石川選手のかけた場所が大変に良かったし、タイミングも実に思い切って絞り上げましたね。そうですね、非常にいい連携、そして石川のファイトが光りました。しかし一人のレスラーがこんなに変わるってことはこの石川の場合あるんでしょうかね。そうですね、しかしね、今日は石川選手の、ね、決め技も良かったし、はい、ザ・グレート歌舞伎の好フォローも光りましたね。そうですね、日本でのこの維新軍から全日軍を守るという大役任務を終えましたザ・グレート歌舞伎。そして今シリーズよく頑張りました石川隆、ようやく花道を引き上げます。